ボン。皆さんこんにちは。前回アップしたアクティストリートの納車の動画が大変反響いただきましてですね、はい、なんとね300件もコメントいただきました。300件っていうのはなかなか多くて、皆さんに愛される車になってるんじゃないかなと思っております。いやほぼあれやったけどな、別にそんなハッピーなコメントではなかったけどまあまあ確かにハッピーなコメントもあったし、ハッピーじゃないコメントもあったけどね、その中でですねコメントがたくさんあった法定点検について今日はお話ししていきたいと思います。はい、はい。法定点検のシール、そして車検のシール、この2つがフロントガラスに貼ってないんじゃないかっていうコメントが結構ありまして、僕も最初何のことかよく分かってなかったんですけど、どうやらこの2枚貼ってないといけないシールみたいで、車検の方のシールは四角いシールで、これはただ単に僕が貼り忘れておりました。時差があるんでね、動画撮影とのなのでだいぶ差があるようには見えるんですけど、まっすぐに貼ったという形で、シンプル貼り忘れ、もう一枚法定点検の方なんですけど、法定点検は、12ヶ月に1回点検しないといけないですよっていう、なんか法で定められた点検らしくて、それを受けると丸いシールがもらえて、それをフロントガラスに貼りましょうっていうやつで、特に受けてなくても罰則はない点検なんですけど、一応受けましょうっていうやつらしい。それをね、受けてなかったんですよ。受けてなかったというか、納車した時には貼ってなかったんですよ。貼ってないってことは受けてないっていうことだと思うんですけど、ちょっとそこら辺がよくわからなかったんで、店に電話して聞いたんですよね。法定点検ってこの車受けてますかって聞いたら、うちはユーザー車検なんで法定点検は特に購入前にやり取りがなければやってないですと、なんか受付の人らしい人が言ってたんですね、まあやってないのはいいよ100ポイズって、でもそれやらないですよっていうのを言ってほしいなと思って、一緒にするもんやと思ってたってこと？車検と車検と法定点検はセットでする認識やったから、それがどうなのかわからへんけど、正しいのか正しくないのか、後日違う担当の人から電話がかかってきて、法定点検は受けてないんですけど、法定点検と一緒の内容の点検はしてます、点検をした工場が認定を受けてない工場だから、丸いシールは発行できませんって言ってて、それが大丈夫なのか大丈夫じゃないのかちょっと全然よくわからなかったんで、結果もう一度ね自分たちで法定点検を受ける流れになりました、はい。ああそういうことかじゃない、今回購入した車屋さんがお願いしてる整備屋さんが認定を受けてる整備屋さんじゃなかっただけやな、多分そうやと思う。だからあの人電話した時もいややってますみたいな感じやったよ、だからただそれだけやったんじゃない、シンプルに。なるほど、だからやってくれてるのはやってくれてるっていうことやったんだ。そういうことか、うん、やってるのはやってるけどあのシールは発行できませんよっていう、それがややこしくなってるのか、多分それがややこしくなってる。だから自分たちで、受けに行った時も、その工場のおっちゃんがそれ言ってて全く一緒のこと、全く一緒のこと言ってた、だから多分そのことやと思う。あ、そういうことか、そういえば言ってたな、言ってたよ、言ってた。だからその車で車検通して、やってくれてるとこあるけど、その認定のところじゃなかったらシールはもらえませんみたいな、けどそのシール貼ってないのは法に触れへんけどみたいな、止められたりはしへんけどっていうのを言ってたよ、言ってたもん。あ、普通車検を受けた時に、その認定された工場であれば2枚シールが出る、多分そうなんじゃない、で認定されてない工場だからシールが1枚しか出なかったと、なるほど。でこれはどうなの、これしてるし、たまたまその工場が認定してなかっただけで丸のシールはもらわれへんけど、もう一回する必要はあったん、そのシールをもらう、だってシールをもらおうと思ったら認定されてるところにもう一回持っていかなあかんかったってことやろ。そう、で全く同じことをもう一回してるっていうことになるやん。あ、全く同じことを2回しました。そう、だからそれはどういうことなと思って、そのシールは確実に必要なものなんて思って、もう一回受けに行くときに、整備士の人みたいなのおったやんか、に聞いたら、シールを貼ってないってことは受けてないっていうことで間違いないですって
え、どういうこと？待って、全然わからないけど、うん、ちょっと詳しい人はまた、はい、コメントで教えてください。ちょっと、はい、私たち詳しくないので、詳しくないのであれなんですけど、黒丸さんに何回も言って、うん、まんまいらんこと言ったらな、知らへんからな、どんどんこう間違いになっていくのも良くないから、うん、点検してもらった結果としてはどこも問題ありませんでした。あ、そうなんや。うん。なんで結構、まあ、年式がいってる車なんでって言ってたんですけど、うん、うん、言ってたな。そう、ちょっと点検出す前も、うん、向こうの人はなんかちょっと不安そうな、もなんか変えるとこいっぱいあるやろうなみたいな感じの話し方やったというか、うん、そう、まあ、後ほどじゃあ直すところは直すで話し合いましょうかみたいな感じのお願いしますやったやんか、うん、そうやね、電話した時もちょっと不安そうやったし、うん、え、ストリートですかみたいな、ストリームですかストリートですかって言われて、うん、とですって言ったら、え、それだいぶ古い車ですよね、言ってたな。まあ持って行ったんですけど、うん、結果、まあ、点検の結果は問題なく、うん、で気になった、タイミングベルトについても、うん、運転席のドアのところにシールが貼ってあって10万キロぐらいで交換されてました、うん、でこれ今走行距離が12万6千キロなんで、うん、まあ、これも問題ないだろうと、うんうんうん、工程点検の内容とは関係なく、うん、ガソリン入れるところが壊れたんですよね、うんリースが経由して、給油やん、リースが給油してる時に壊れたんや。なんで壊れたん？わからん。運転席のところ、運転席の下のところに見つけたから、うん、なんかカチャカチャってしてん、カチャカチャってした。え、1回だけしかしーひん、いつも1回だけしかしーひん。いや、まあそれを2回したからって言って壊れるものではないねん。いや、そうやろ。で、だから2回カチャカチャってして、うん、初めて多分給油してん、うん、あの車、うん、でガソリン見た時に、うん、え、これなんか灯油の入れるところみたいと思って、あ、キャップがちょっと厳重よな、そう、なんか鉄みたいな、うん、鉄でできてんの感じやったからさ、うん、え、これガソリン入れるとこここで合ってるって聞いたやん。うん、聞いた。でもそれぐらいなんかで、まあ入れて普通に、うん、で、閉めようと思ったらなんかファンってなんだ何回押しても扉がファンってなんだ。そう、あ、潰れてんなで、それもついでに見てもらったら、うん、その部分に関してはもう部品がないと、うん、車が古すぎてな、そう、うん、修理は今すぐできひんし、うん、できるかもどうかもわからへんっていう感じで、うんうん、確かに、なんかだから古い、結構古い車やから、うん、確かになんか故障とか、うん、このここの部分のこれがとかなったら、うん、だいぶ修理に時間と、うん、なんかまあお金もかかるやろうし、そうやね、そこが一番不安やな。今あるものが壊れたらもう買いはないって思った方がいい、うん、そうやなそんな感じでですね、法定点検の件はまあこれで完了したかなと思います、うんうん、車を購入して、車の整備修理内容っていう、うん、あの明細書が届きました、うん、やっとこれ1ヶ月以上経ってます、うん、交換の内容がホールジョイントブーツ交換、うん、タイロットエンドブーツ、アウターインナー交換、うん、ファンベルト交換、クーラーベルト交換、エンジンサイドマウント交換、ミッションマウント交換、右スライドドアストライカー交換、以上ですね。で、このエンジンサイドマウント交換とミッションマウント交換に関しては実費でやってるやつなんですけど、うん、それ以外を交換してくれたっていうような感じで、うん、まあ、これがどうなのかはちょっと分かんないです。今 DIY の方を進めてるんですけど、なかなかこれも動画にできなくてですね、うん、またちゃんとしたタイミングで完成まで行ったら動画にしようかなと思ってるんですけど、うん、途中の状態をちょっと撮ったんでこれも見てほしいなと思います。今回下の部分とかは点検する際にちょっと下ろしたんで、うん、もう横の右側の窓、うんうん、一面だけちょっと棚ができてたりとか、うん、そういう感じなんですけど、もう今回は点検しやすいようにけどしたんじゃないの。今回はもう点検にも気を使って、うん、ちゃんと設計しております。ありがとうございます。ありがとうございます。今回もしっかり仕上げたいと思います頑張ろう。もう何日もやってるんですよこれ本当に、うん、もう全然進まなくて、うん、助っ人募集です。助っ人募集しておりますボランティア、ボランティア募集してます。設計に詳しい方かなりブラックロードやねボランティアになったら
まあ、今回の件で何も問題がなかったっていうのが知れただけでも良かったんじゃないかなと思います、うん、そしてこれから安心して乗っていけるっていうので、うん、まあ、引き続きね、うん、点検とかをこまめにするようにして、まあ、大切に乗っていきたいなって思ってます。はい、ということで、また DIY の動画もお楽しみにお待ちください。はい、で、今回はこの状態でフラットを作るんで、ここにパイプの台を置いてます。で、靴とかをねこう脱いでここに置いて上がれるようになってます。ということで土台だけ作りました。はい、あとこれになんかいろいろ足していきます。はい、はい。